むかーし、ある山寺の近くに茶店があって、ばあさんが一人おった。ばあさんは名をお梅さんといって、二人の息子を立派に育てて奉公に出して、今は一人で茶店を商っておった。はあ、大梅ばあさんはどういうわけか近頃店の前にポツンと立って空を見上げている日が続いておった。ええー、天気だなあ、ばあさん。茶と団子一皿くれや。それにしてもここんとこ全然雨が降らんなあ。こんなに天気が続いて田んぼの稲は大丈夫かな。ばあさん、茶と団子くれや。ばあさん、なんぞ空にあるんかいの。あ、別に変わった様子もないようじゃが、ばあさん、どうしたんじゃ。ばあさん、泣いとるぞ。ばあさん、どうしたんじゃ、言うてみ。ばあさん、ちょっとおかしいんと違うか。そうみてえだな。茶に団子を諦めて先を急ごう。行くべ行くべ。そうしたある日。急ぎの用があるというのに人騒がせなばあさんじゃ。どういうつもりなんじゃ、まったく。寺の用事の行き帰りに時々お梅さんのこんな様子を見かけていた山寺の小僧さんは、何か訳があるのだろうと思い、山寺に帰り早速和尚さんにお梅ばあさんの様子を話した。そうか、わしもな、お梅ばあさんの噂はうすうす耳にしとったが、晴れた日に泣いとったとは、あの、きっと何か訳があるんじゃろう。明日にでもお梅ばあさんとこにお茶をごちそうになりに行ってみよう。次の日も上天気じゃった。梅さん、お梅ばあさん。あ、これは和尚さんだ。この和尚に茶を一杯振る舞ってくれまいかな。ただいま。よっこらひょっと。どうぞ、和尚様。今日はお梅ばあさんに聞きたいことがあってきたんじゃ。そこに立ってないで、ちっとここに腰掛けんか。お梅さんは天気のいい日は苦手なようじゃな。一つその訳を聞かせてくれんか。へえ、実は奉公に出ているおらの長男が。お梅ばあさんの息子さんがどうかなさったのか。おらの長男が傘屋で傘作って傘売っとりますのじゃ。長男がなんぼ傘作っても傘売り歩いても、お天気じゃったら傘は売れません。そんな長男を思うとら悲しくて悲しくて、それもこれも天気が良いため
せめて一日でも雨さえ降ってくれたら。そうじゃったのか。ええ天気では傘は売れんわな。おら今すぐにでも息子のところへ飛んで行きたい思いです。じゃがな、大梅さん、世の中悪いことばかり続かんのと同じで、いいことも必ずある。はあ。また雨の降る日もあるということじゃ。そうですな、和尚様。和尚さんに慰められた大梅婆さんはその後、上天気の空を見上げて泣くようなことはなくなった。とうとう雨が降ってきました、和尚様。久しぶりの雨じゃの。今頃大梅婆さんもさぞかし大喜びしとるじゃろ。どうじゃ？今から茶店に行って、お梅ばあさんの笑顔を見ながら、団子でも食ってくるか。そりゃええですね、お嬢様。すぐに傘の用意をします。お嬢様、なんかお梅ばあさんの様子が変ですよ。そうじゃあの。お梅ばあさんまた泣いてるようですよ、お嬢様。とにかく言ってみよう。よく降るの、お梅さん。どうしたのじゃ、お梅ばあさん。雨が降ったというのにどうして泣いとるんじゃ。あ、お嬢様、雨が降ったらやっぱりおら困りますだ。雨が降れば息子さんの作った傘が売れるし、お梅ばあさん嬉しくないのか。それは嬉しいんじゃが、はあ、何かわけがありそうじゃな。雨の中で話しとってもなんじゃから、店の中で聞かしてくれないかな、ばあさん。へえ。一体どうしたんじゃ、お梅ばあさん。実は、おらの次男が草履屋に奉公して、草履作って草履売っとるんですじゃ。次男がなんぼ草履作って草履売り歩いても、雨が降ったら草履は売れません。そんな次男を思うとおら悲しゅうて、悲しゅうて。そうか、次男もおったのか。雨が降っては草履は売れんわの。親というもの、心配の種は尽きんもんじゃの。どうじゃ、大梅さん、こう考えたら。は？ええ天気じゃったら今日は草履が売れとるなぁと喜んどる次男を思い、雨が降ったら今日は傘がよう売れとるのうと長男を思えばいいんじゃよ。したら雨が降っても天気でもおらの息子のどっちかは喜んでおる。そうじゃよ。毎日息子さんたちの喜んどる姿を思っとるのじゃから、泣く日なんぞはないじゃろ。そうですな、そうじゃよ、お嬢様の言う通りじゃ。よかったですね、お梅ばあさん。お梅ばあさんの笑顔が見られたところで、お茶と団子二皿くれんかい。ええ、ただいま。よかったな、小僧。お嬢様。はい、団子とお茶ですよ。パンと食べてください。ああ、こりゃパンとあるわい。すごいですね、お嬢さん。そうして、年の暮れになると、
お梅ばあさんの心配の種の息子たちは元気に奉公先から帰ってきた。おっか、達者でいたか。ああ、達者じゃ。そうか、よかったな。こうしてその後のお梅ばあさんは雨の日でも晴れた日でも泣くことなく元気に働いたということじゃ。物は思いようということじゃな。